愛してるっていうあなたの言葉はさよならよりも悲しい。これ以上何も言わなくていい。だからこの夜を止めてよ。3代目 JSOULBROTHERS のボーカリスト今市隆一郎、戸高博美とパフォーマー山下健二郎がお送りしている FM 岡浜 Keep on Dreaming、 始まりました。あのオープニングね、まあ、Keep on Dreaming らしくないアカペラ変わったね、この番組ね。何あれ、あれ今いつもやってんの？頭から入るようになったんだ。いや知らない、いなかった3ヶ月の間で。お初、お初でも、あれど、はい、どっかの番組で聞いたことあるんだよな、ね、いう感じ。いやでもね、ちょっと俺もやらしいよこれアカペラ。あ、いいっすよ、ね、あ、やんなくて大丈夫です。え、なんでやねん。せっかくちょっとドキドキして緊張して構えてたのに。あ、やりたいんすか。うん、じゃあちょっといいっすよ、やってやってくださいよ。いいの、はい、いいよ、お願いします。どれだけ君を愛したらこの思い届くのだろう。従順な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる。 My home My home。 長い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 よ。あー気持ちいい。恋バーとかすんの、こう例えば友達とか、わかんないけど、よし、メンバーとかさ。恋バナ、恋バナ、まあなんだろうな、こう、あ、でも女性の話は絶対今霜って言ったよね。いや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 、まあ今霜聞こえたよね、今霜って言ったよね。でもまあ男の子なんで、まあね、まあ女性の話も、まあ、男の子って男性なんですよ、男の子なんで。まあするよね、それは。現在世界規模で男性からの人気が急上昇している航空会社があるそうです。お、それがベトナムのベトジェットエア、うん、人気急上昇の理由はズバリセクシー美女。おー、ホーチミン市からリゾート地、うん、ニャチャンへ飛ぶフライトの中で、うんうん、セクシー美女によるハワイアンダンスを乗客にプレゼントしているそうです。しかしベトナム航空局はこれは不適切な機内パフォーマンスだと判断し、ベトジェットエアに対して約7万円の罰金を課したそうです。意外と安めなタイプだね。意外と安いですね、うん、それでも世界の男性からの評価非常に高く、次のようなコメントが寄せられています、うん、次のフライトはいつ。こんな幸せそうな乗客たち見たことがない、うん、死ぬまでにしたいことリストにベトナムでの休息を加えておいた、うん、ビジネスクラスの乗客はこれ以上のサービスを受けたのか気になる。ちなみにベトジェットエアの職員はこのセクシー機内サービスを企画した理由として次のようなことを話している、うん、このフライトはビーチ都市への初のフライトでした、うん、ですのでカスタマーサービス向上のためビキニ姿のたくさんの女性に踊ってもらい、お客様を喜ばそうと思ったのです、うん、男性から絶大な支持を受ける今回のセクシー美女ダンス、うん、皆さんはこういった機内サービスがあるフライトいかがでしょうか。ということですね。最高っす。ベトジェットエア、さっきもね、映像ね、はい、2人で見たんですけども、本当もう最高、最高っす。あのね、しかも可愛いんだよね。可愛いんだよね、 CA さんがね。本当に可愛かったね。みんな笑顔でね、笑顔でもうダンスしてもうブルンブルンですよ。だってさ、そんなことを今ごめんさらっと言っちゃったけど、まあさらっといくわ。そうですね、あのこんなことをされながら、あれでしょ、リゾート地に行くわけでしょ。そうですよ。何これ、幸せだよね。降りたくないよね。なんかいいね、降りなくてもいいね。降りなくてもいいと思う。っていうかもう降りたくないっす。いいなぁ。岡本さんどう思います？いや素晴らしいよ。キャバクラいいんじゃない？え？機内キャバクラ。機内キャバクラって。機内キャバクラですか？なるほど。ちょっとまあ近くはないけど、うん、まあニュアンス的にはね、うん、似たような。いいね。男の人はもう大喜びでしょう。そうですよね、うん、いいないいないいないいですね。乗ってみたいわ。ちなみに男性であれば誰もが憧れを抱くキャビンアテンダントが女優の高岡早紀さん級にセクシーだったら、どんなサービスを受けたいですか、もしくはどんな上から目線の注意を受けたいですか。どうですか、トミーは。そうね、これね、綺麗だからな。そうね、うん、そいね。いいね。意外と移動中ってさ、うん、
なんだろう、あんまり寝れない人なの。意外となんか起きてちゃう人で、だからこんなね綺麗な人にね、そういう寝してくれたらもうすぐ寝れるね。すぐ寝るね、すぐ寝ちゃう。なるほどね、すぐ寝る。興味はそういう寝ということで、うん、今井さんですわ。自分はセクシーマッサージダメなやつ。これダメなやつか。それあれだね、料金発生するタイプのグッドラックみたいな感じでしょまあまあまあ、まあ、ちなみに岡本さんどうですか。悩み相談してほしいあ、ブブ出ちゃった。ブブです。これブブですね。いろいろしてほしいです。じゃあマッサージしてもらって悩み相談聞いてもらった後に添い寝だね。そうだね、うん、悩み相談しながらの添い寝。あれだね、もう悩み相談してる中でこうどんどん、ね、眠りにつきたいね。そうだね、もうできれば、うん、着いたら起こしてほしいね。トントンなんですって。ああ、よく寝たねみたいな、うん、終電だよ。違いますよく寝たねみたいな感じで優しく起こしてほしいですね。いいですね。いやもうそしたら移動が楽しくてしょうがないですよね。そうですね。これは寝れねえな、降りたくねえな降りねえな飛ぶなまたもうほんと空港帰っちゃうなもうテイクオフあーブブ出てた、ブブでした